ライアン・ジェームズ・マッゴーワンは、オーストラリアのサッカー選手。オーストラリア代表。ポジションは DF。パラヒルズナイツ SC で選手となった。その後、2 NTC に加入し、ハート・オブ・ミドロシアン FC に2006年に移籍、2008年にトップチーム昇格を果たした。ハーツの U-19 では主将を務めていた。2008年5月13日にスコティッシュプレミアシップのグレトナ FC 戦で途中出場し、トップチーム初出場となった。この出場の少し前に彼は、クラブと5年契約を締結していた。しかしながら、その1試合以降の出場はなく、2009年10月にエアユナイテッド FC へレンタル移籍となった。10月14日のダンディ FC 戦で初出場、この試合で初得点を決めると、ホームで2-2の引き分けに試合を持ち込んだ。2010年1月にシーズン末までレンタルを延長。合計で30試合に出場。1得点の結果を残した、新たに監督に就任したジム・ジェフリーズは彼を2010年8月21日のハミルトンアカデミカル FC 戦で途中から起用、その後9月に行われたセルティック FC 戦でも起用した。2011年2月15日に3ヶ月の契約でパーティック・シッスル FC にレンタル移籍、同日夜の試合で同クラブ初出場となった。レンタル移籍中に8試合に出場、4月にハーツに復帰した。復帰後は残りのシーズンで6試合に出場し、5月7日のレンジャーズ FC 戦ではスターティングメンバーに名を連ねた。2011年7月23日のレンジャーズ FC 戦ではスカイスポーツのマン・オブ・ザ・マッチに輝いた。その後、トップチームでの地位を次第に確立し、UEFA ヨーロッパリーグの予選ではパクシュ SE と対戦した。その後のトッテナムホットスパー FC 戦にも出場し、0-0の引き分けに持ち込んだものの、2戦合計で5-0とされ敗北した。翌年1月2日のハイバーニアン FC とのエディンバラダービーではハーツでの初得点を記録した。後にこの試合で彼はイヴァン・スプルールの胃に対して頭突きをしていたことが判明。しかし、それを見ていた審判は何の反応も示さなかったため、スコットランドサッカー協会の法令遵守責任者は、これを公開捜査にかけた。そして、法令遵守責任者は彼を2試合の出場停止処分にするよう要請。これに対してハーツは危険行為ではないと主張したものの、この処分については受け入れた。2011-12シーズンは、このようなことがあった他方で、彼は3得点を挙げる良いシーズンであった。そのうちの1得点は、スコティッシュカップの決勝戦、ハイバーニアン FC 戦での得点で、勝利に貢献した1点であった。そして彼は、同クラブの最優秀若手選手賞を受賞した。夏の移籍市場の最終日に及んで、レンジャーズ FC が彼とデイビッド・テンプルトンを130万ユーロという、巨額での獲得を試みたものの、これは失敗した。テンプルトンはレンジャーズ FC に移籍したが、彼はハーツに止まったのである。この理由として彼は代表での出場機会を保ちたいと述べた。2013年1月2日にハーツは40万ユーロで中国の山東魯能台山属級クラブに彼を移籍させることに合意した。ハーツでは合計73試合に出場した。2013年1月7日に中国サッカースーパーリーグの山東魯能台山と2年契約を締結。3月9日の大連味浜戦で初出場。山東魯能台山での最後の試合となったのは中国 FA カップ2014の決勝戦第2試合の高祖蘇寧戦で怪我をしながらであったものの決勝点を決めた。2014シーズン末で山東魯能台山側が契約を延長せず退団となった。2015年1月23日、ダンディユナイテッド FC と18ヶ月の契約で合意し、スコットランドに復帰した。1月31日のスコティッシュリーグカップの準決勝、アバディーン FC 戦で初出場となった。2016年1月21日にカナンダテ業に移籍、中国超級に復帰した。報じられるところによると移籍金は約35万ユーロであるという。2017年、貴州市場に移籍した。2019年7月、シドニー FC へ移籍。オーストラリア U-19 代表として、AFC U-19 選手権2008の予選に2007年11月に出場した。その後、2009 FIFA U-20 ワールドカップに出場した。第1試合のスターティングイレブンにもなった彼であるが、このチェコ U-20 代表戦で、イエローカード、その後、レッドカードももらい、退場処分となった。2012年8月に、スコットランド代表との親善試合に臨む A 代表から初招集を受けた。サーシャ・オグネノブスキとの交代で代表初出場となった。イースターロードで行われた彼の代表初出場戦は、彼がハート・オブ・ミドロシアンに所属していることから、ホームであるスコットランドのサポーターからブーイングを浴びた。その後、2014 FIFA ワールドカップに出場、ティム・ケイヒルの得点をアシストしたものの、オランダ代表には一歩及ばずこの試合は3-2の敗北に終わった。アデレードで生まれた彼であるが、その出自はスコットランドのグラスゴーにある。弟のディラン・マッコーワンもサッカー選手で、U世代のオーストラリア代表であった。ありがとうございます。